作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦海域、作戦要項です。従来操縦要艦北上、出撃します。炭素砲って何気にわびさびよね。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。これが従来装甲の実力ってやつよ。炭素砲って何気にわびさびよね。あまり突出すると危険だわ。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。まあ手法はそう、まあそうね。今の磯風の力舐めないでもらおう。阿賀野型を軽巡と侮らないで。惨めよね。できれば離脱してください。炭素砲って何気にわびさびよね。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。撃って撃って撃ちまくれ。阿賀野型を軽巡と侮らないで。サミダレを集めて林って場所だっけ。まあ、手法はそう惨めよね。そうね。手法を打ちます。炭素砲って何気にわびさびよね。これが従来装甲の実力ってやつよ。あ？炭素砲って何気にわびさびよね。あまり突出すると危険だわ。炭素
奏法って何気にわびさびよね。打って打って打ちまくれ。私を沈めたいなら魚雷5、6本くらい打ち込まないと。40本の酸素魚雷は伊達じゃないからね。らないで今の僕は負けないよ。甘い甘い。ああ、もうバカばっかり。では見せてやるのよ。やるわ。魔法って何気にわびさびよね。これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった。やっちゃいましょう。あまり突出すると危険だわ。無駄だね。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね。今の磯風の力、舐めないでもらおう。まあ、なんで言うの、こんなこともあるよね。まあ、早く言いましたよ。危ないよ。あがむことは青春と侮らないで。意地でよね。できれば、リラックスしてください。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね。やられた。これじゃサミダレを集めて早く場所を取らないで。今の磯風の力、舐めないでもらおう。見えないよね。ギッタギッタにしてあげましょうかね。くそ、直撃かよ。冗談じゃないよ。サミダレを集めて生やし、あがむことを平準と侮らないで。今の磯風の力、舐めないでもらおう。また磯風が武勲を立てたというのか。いや、この程度の働きでは何の意味もない。何それ。あ、そうなの。だから何それ、面白いと思ってるの。ふっ、私挨拶とかそういうの意外と大切って思ってるから。